皆さん、今日本当にどうもありがとうございました。という間に3時間半。全然そう思えないですね。あんま見終わってない。で、最後にね、あれなんですよ、皆さんとね、一緒に歌いたいなという感じで、演奏をね、聴いていただくというのは。そうですね、今日のメインテーマはね、みんなで歌おうの回ですからね。で、皆さんお手元に歌詞があると思うんですけども、そちらを見ながらね、口ずさんでいただけたらいいなと思います。皆さんよく知っている歌ばかりだと思うんですよね。はい、カホーンもあります、ギターも入ります、いろいろ入ります。結構、ぎゅうぎゅうな感じですね。賑やか。そう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 、大丈夫ですか。大佐も、こっちリハーサルの時にね、提案されたんですけど、誰か一人 CD プレゼントしてあげたらって言われたんですよ。で、考えてたんですけど、後でちょっと回るんで、一番声が出てる人に一番高い CD をね、のしつけてね、いいかな、いいかな。先月、CD 出たの。あ、すごい、ちょっとした小芝居入ってる。ありがとうございます。ちょっと、不気味ないの。そうそう、不気味な、芸術的な、そうそう、アーティスティックな。え、これ、2万円でしたっけ。あ、そう、ちょっと、定価だね。俺は真面目に歌った方がいいですよ、本当に。定価は2万9800円なんだけど。9万ですよ。ね、これ売れば、あと1ぐらい買えばいいですよ。一番声が出てるなと、独断と偏見で、ね、決めさせていただきます。はい、ぜひぜひね、もう、ゲリラの。はい、そうですね、本当に独断の偏見です。はい、メイヤさんが近くに行った時だけ、はい、大きい声出して、はい、離れてちょっとやめてください。宗教学校の方ですね。あ、よくある話ですね。はい、ぜひぜひご協力くださいませ。意外とね、アカペラでマイクなしで歌っても聞こえるもんだよね。そう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 、うん、あ、そうですね、喉の震え方とかでね。あ、そうですね、よろしくお願いいたします。普段準備できましたでしょうか。なんていうかね、定まってきてないですね。うん、はい、今後ろ見たら、はい、すごいですね。結構ぎゅうぎゅうで、そうそうたるメンバーですよ。絵的にどうなってるんでしょうね、密度が高い。はい、あ、それげなくカホンがはみ出てますからね。大丈夫ですか。あ、ちょっと半分だけ足出てる。これちょっとね、すごい、こう、エリアさんの写真撮りたいですね。あ、終わった後集合写真撮りましょうかね、よかったらね。すみません、しまった。出ちゃった、主催じゃないのに、呼ばれてる方だからね。あそこにユーストリームで、あ、ゲスト放送をされてますね。そうですね、あれユーストリームですかね。あ、見えますか、皆さん。見えないですね。実は皆さんの声が生放送で流れるっぽいですよ。パソコンのね、うん、なのでね、でもまあ大声ぜひ出してください。さっきの声が全部伝わってますね。やばい、どうしよう。落語家の話マジ NG でお願いします。いやいや、また言ってもらう。ああ、言っちゃった言っちゃった。まあまあ、もういいです、お笑い決定ですね。いや、多分パソコンにあると思うんですけどね。こっち見てるとなってるから、じゃあ今、はい、1曲目、はい、素晴らしい愛をもう一度皆さんぜひご協力ください。よろしくお願いします。はい、ではカウントはギターの、やってくださいね。 CD プレゼントですよ。I'm not afraid to die.
経済的価値が報酬にあると思うと座ったら違います。でもね、あの目が合うとちょっとちらってそらす方もね、あのね、一番声が出てる人は CD プレゼントしますけど、メイナさんね、一番声が出さなかった人は僕のファーストアルバムのプレゼントしちゃうなんで罰ゲームになってるんですか。いやいや、自分でいいだからね、すごく悲しいです、悲しいですね。本当面白いですね、そらさんね。でもね、そらさんと皆さんあのお知り合いなんですよね、ほとんどの方がね。あ、そうなんですか、いろんな方のお知り合い、ね、すごいですね、このアットホームな空気が。さあ、次の曲です。夢の中へというね、ちょっと怪しげな曲ですけれども、はい、怪しいなと思って、うふふって入ってる感じ、ね、これはちょっと楽しく歌いましょうかね。もうすでに、はい、そうですね、では行きましょうか。明るく楽しく行きましょう。お願いします。はい、1、2、3、4。
番さって言われたらショックやな。はい、はい、ありがとうございます。まあ、最後の、ね、曲なんで本当ね楽しんで緩やかに歌ってもらえればと思います。はい、全然打ち合わせないんですけど、最後のねこのオーラにっていうのをちょっと好きな時に繰り返しますか。おだから宮さんが相手はね、はい、私に委ねられるんですか。いやもう全責任を。いやいやいや、そんなこのオーラにってやつを歌って、はいはい、なんか一回どうしても終わりたくなったら宮さんが手を挙げようと。ね、わ、わかりました、わかりました、わかりました。なんでしょう。じゃあ、だいたい目星つけたらやめますね。ちょっと年上臭い。言葉のチョイスがね、年上臭いってよく言われるんですけど。わかりました。じゃあ皆さんお付き合いください。あ、そうですね、ちょっと押してますけど、まあ、心の赴くままにね、いきたいと思います。翼をください。はい、翼。ワン、ツー、スリー、フォー。私の
では女性お二人ですね、よろしくお願いいたします。じゃんけんポン。おお、おめでとうございます。あ、ってことは一番下の方がそらさんってあの残酷なことさ、あ、そうだ、先生と生徒とおっしゃってました。今更感あります。ああ、じゃあ CD もらってない、大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか。喜んで、はい、喜んでだそうです。よろしくお願いいたします。では CD プレゼントお二人ということで、ありがとうございました。後ほど、あの受付の方にいらしてください。今日は本当にありがとうございました。長丁場ありがとうございます。こちらこそ読んでいただいてありがとうございました。はい、みんな早いよ。みんないないね、うん、ね、紹介しようと思ったね。確かに、うん、早かった。はい、とこさん、ね、岐阜からありがとうございました。初めて東京にいらっしゃったんですか、とことこさんが。音楽活動結構ちぶちぶで頑張ってるんですけど、今日本当初東京で、私はあの割にふすっともうね、本当にスッと来ちゃったんですよ。あの何のためらいもなく、あの、もうこういう機会は一緒のうちないかと思ってたんですけど、いや本当になかなか自分で来るっていうのはスッと来たら、もう周りの友達がみんなすごいデビューおめでとうだとか、東京初ライブおめでとうとか、すげえ騒ぎに今なってて、結構みんなが喜んでくれてたんですね。ね、私今日来て本当にあの初めてじゃないみたい、もうほんとすぐ溶け、あの明治さんそうですし、皆さん本当あの気さくいというか、この方言じゃないですね、これ大丈夫、気さくいです。あ、名古屋ですけど大丈夫ですか。名古屋意味は分かりますので、あの大丈夫ですかね。すっごいなんかもう本当にいつもなんかここ、あ、気さくな感じ、気さくいってなんか名古屋で的な仲良しっていうか、昔から知ってるみたいファミリーな、ファミ非常にあったかい感じがして、あったかい、確かにすっごくなんか気持ちよくやらせて、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんのおかげです。成功はありがとうございます。確かにお客様ってすごい特殊なぐらいあったかいもん、あのハートがね。あ、いらっしゃった。いや、集金ではないので、CD 投げないでください。俺、久しぶりにね、お店が非常にくしゃみが入ってます。次は入ってますよね。おめでとうございます。プレゼントでございます。そらさんの CD でございます。恩師と生徒でございます。感動的なシーンでございます。いただきました。ありがとうございます。ピックじゃないんで。あのね、私の CD は後ほど受付とかで、はい、ね、アンケートと一緒にお渡しします。では皆さん本当にありがとうございました。